稲村亜美です。NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村亜美の「相続相談フルスイング」この番組では私たちにとても身近な問題である遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みを解決していきますまずはアドバイザーの方をご紹介します司法書士・行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 N. C. P. グループ代表の井上正幸さん、井野さんです。よろしくお願いします。よろしお願いします。斉藤さん、前半では、モノマネ芸人で、お寺、仏像研究家でもあります。御仏さんをお迎えします。三回目。そうです。あの、最多受賞ということになりますね。一年に一回ぐらいいらっしゃる。はい、ありがたいですね。本当に、あれ。あみちゃん、いたの。 あのですね。本当に申し訳ないんですけど、私は一時間このラジオ遅刻してしまったので、はい、私はいなくてみほとけさんといのさんのお二人のトークをちょっと聞いていただきたいので、オープニングだけちょっとね、これはまた後で撮ってますけど、オープニングとね後は別なんで、そうですね。本当に申し訳ないですね。電話しても出ないから本当に。はい、あの実家の電話が鳴っておきました。どうやって。 でその時に実家だって気づいてまあよかったご,ご無事でよかった、はい、あの生きてはいました、うん、すみませんい、うん、はいということであの一年半ぶりの登場となりますので、はい、皆さんあのぜひ聞いてください、はいはい、そして番組の後半ではリスターの皆さんからの相続に関する相談に井野さんがお答えしますこの後は美仏さんが登場です稲村亜美の相続相談フルスイング それでは。 ゲストご紹介します私お寺仏像大好き芸人みほとけですナームよろしくお願いしますこんにちはどうも自己紹介でゲストを紹介するっていう初めてのパターン本当だよ何ですかこれはちょっと人が足りなくないですかなんかスタジオが広いですねいつもより大きい人がいないねあれスタジオってこんな天井高かったですかねねもしかしたら大谷翔平の嫁じゃないかっていうそうですねだからアメリカ行っちゃったのかなそういうことかだからか オープニングはいたのに行っちゃったからか行ったのアメリカだからですでもさっき電話出たらしいよ珍しい電話出て今起きたっておい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 時差かな時差もけっかなはいということで説明しますとですね稲村さんがそういった事情により間に合っておりませんのでゲスト見け兼 MC としてはいご降臨 まあ同じ事務所なんだよね皆さんこれねリスナーの方はちょっとわかんないかもしれないはい私は稲村さんとなんならマネージャーさんも同じということであの私あのお笑い芸人なんですすみませんみほとけと申しますでこの番組三回目のちょっと出演なんですそうだよ最大出場よ最大出場私なんか試合に出てるんでも1年半ぶりなんですねそうなんです結構間は空いてるんですけども最大記録はい 相続相談系のお仕事もじゃあお待ちしてますので、イベント MC よろしくお願いします。そうだね。失敗ができる仏とか言っときながらこんな銭の話はいいんでしょうか。お寺仏像研究家はいそうなんですよね。だからお寺俺ねお寺この前はい三十三元堂をそう行かれたんですね。行ったのよ京都でさものすごい数あんのね。ものすごいですよあそこ千一の千手観音っていう。 手前の方に国宝のさあの仏像がちょっとずつはいまた二十八部州っていうね二十八人チームがその手前にいるのでああれが国宝なんだよね要は全部国宝です全部国宝ですあそこはすごくないあれえげつないっすあそこすごい多分あそこがなんかもしね火事とかなんか事件で燃えたりしたら多分あの日本の地形ちょっと歪むんじゃないかなぐらいなんかすごい重力が溜まってると思いますすごいよねいや あんなさ大昔からよく残ってんなと思っていや本当そうなんですよ平気で平安時代鎌倉時代のしかも千一ってこう耳に聞いたり映像で見たりしてああなるほどなって思うけど実際見るとなんかその百倍ぐらいなんかもうくらいますよねだってあんな成功にね大昔に作ったっていうのがすごいすごいすごいのがいっぱいありすぎちゃってなんかありがたみがだん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 ね奥に行けば行くほどもうなんか飽きてくるっていうかさそうそう だめですよ、だめです、ちゃんと最後までありがたがらないと、それは並びすぎて、33軒の豆知識なんですけど一応、1001体の千住観音様、顔がちょっとずつ違うまあ一説によると、誰かこう大切な人の顔が見つかるとかもあるんですけど、その1001の顔を全部ちゃんと写真撮って資料にまとめているんですね、それが売店で販売されていて、卒業アルバムみたいに、1001の顔がばーって並んだアルバムが売ってます。すごいね それれ見てこ,れ<く>これだって名前言えたらすごいあなたは104番みたいなね <laughs> 言えたらすごいですけど、ねはい、あれそうほら写真撮っちゃダメって書いてあってね、はい、そうだから頭の中にずっと入れてたんですけど、はい、すごい。 やっぱかっこいいよね、風神大神とか。かっこいいっすね、あそこの、そう、あの千手観音さんじゃなく、その手前にいるそのまたね、プラスアルファのこう獣っぽい人たちが。かっこいいっすよね。結構何々の神様とかね。そう。そうなんですよ、あれ、この前ですね、あの中川翔子さん、翔子こたんさんと、あのお仕事した時に、その話になって。もう好きすぎて、でも写真撮れないから、めっちゃ見て帰ってきたって言ってて。写真撮れないから。そう。もう記憶に留めるしかない。そう。で、またそれがいいなと思いますよね。そうね。また。 行きたいってなるし、ね。そう、なります、なります。そうそうありがとうございます。すね、井野さんが意外とだからお寺仏像系もね。いや,いや、いや俺好きだ、ね。関心が、<ー>はい。そう、嬉しい。お寺の雰囲気がね、なんかいいよね。うん、リフレッシュしますよね。そうそうなんか。不思議な空気感っていうか。うはい。 近代的なものがあるようでないみたいなねそんなみほとけさんは寺をおすすめするっていうのを生きがいにお笑い芸人やってるわけなんですけれどもんで相続相談にこんな3回目としてね出させてもらってるかというと告知ですそうだよねそうなんです普段ねお笑い芸人としてフリップ芸もするしものまねね細かすぎて触らないものまねとかにも出させてもらうんですけども。ねこののじゃない これねここの今有吉さんと一緒に出てる絵がここにありますけどものすごい似てるありがとうございますもうねみちょぱさんのものまねもやったと思えば去年は実は有働由美子さんのものまねでちょっと声でやってみていいですかこんばんは有働由美子でございます続いては「白菜が高騰しております」似てますはいやった すごい静かだから。よかうどんさん好きだから。そうそうう。どんさんいいですよね。すごい静かだから心配になっちゃいます。これね一応モノマネしてる絵が今写真が一応手元にねあのありますけどすごい似てますよ。あれそうそうそう顔が似てるんですよね。似てる似てる。そうどんさんのあの結構私のこれうどんさん知ってるんですか。うどんさん多分知ってるはずです。 一回有働ううさんと番組やってる方とご一緒した時に有う働うさんが言ってましたよって言ってたから多分日本中でいないんじゃない有働さんのものまねして,てる人いやーもうそれはね本当に優しいね私こんなに目ちっちゃかったかなこんなに目つぶってたからなとか言って。 うど働さん面白いですよね、あの人意外と主語でねっていう。阪神、ね、<laughs> ファンでしょ。阪神ファンで。主語過ぎて酔っ払って転んで顔中に怪我して真面目なニュース読んでて <laughs>。<laughs> <laughs> すごい、どうなってんだと思ってますよね、<ー>面白い。ね、はい、そんな見ほとけちゃんだけども、うん、あの仏像本をついに出しまして。<laughs> 初めてこの番組出させてもらったのが多分3年前とかだと思うんですけど本当にコロナのね大変な時に出させてもらってそんな時期から着々と仏像の知識を増やしましてついに一冊の本「美仏の推し仏」いい名前のこの返しの速度がすごい気持ちよかったです今。 <laughs> いやいないお目玉なんて御仏の御仏御仏です御仏面ってあるじゃないですか私も御仏がいっぱいいるんですよ、うん、元 AKB だもんね,だってねあそうなんですありがとうございます大昔はやってましてあそうなんだこれ合格したんだはい合格して まあデビューに向けレッスンを積んでいたんですが、まあ親と学校の反対でやめるという残念でした。じゃあもし入ってれば横山由依ちゃんとか島崎遥香と同期っていうことそうなんですよ。すごいじゃん。お詳しいですか？AKB 系は。俺このぐらいまでは知ってるよ。お嬉しい。ハルルじゃね？パルル？そうですね。旧規制のメンバーちゃん。横山由依はだって京都じゃないだったそうですそうです。京都なんです。そうそう。いや知ってるこの辺までは。 そうやっぱりこの辺まで仕事暇だったんで多分。伊野さんの事情なんですね。その世間的な AKB の事情ではなく、この後ぐらいから本当に忙しくなって、そんなそれどころじゃなく。なに何か事件が起きたんですか伊野伊野さんね。まあいいことなんですけど仕事が忙しく。仕事がね本当そうですよね。だそれまでは AKB を見て、暇だったからなんかそれね。そう。めエンタメを楽しむ余裕があったけども秋葉原でできたらしいよって。行ったことあります劇場 AKB。いや俺ねなんかね。 一回だけ行ったのかな。<お>その AKB じゃないよ、名古屋の。SKY、はい。そうそうそえ。<ー>でもすごいね熱量がやっぱ。やばいっすよね。ねあれあれはすごいなと思って。はい、なんかあれって一個のもう日本のなんか有名な文化にしちゃって。うん、すごいよね。うん、海外の人びっくりするんじゃないか、ね。いや本当ですよ。そうそうあなんかこの応援のルールみたいなのがちゃんと決まってるじゃないですか。ね、そうそうで気持ちいいところで入るので入るじゃないですか。うん あれ完璧に覚えてライブ行くと、マジで楽しいですよ。うん、ああそうね、その楽しさが、なんか法要だなって、私は思うんですよね。うん、この。ビジュアルというか、見ているものと一体となろうとする、この。熱量、ね、あ,あ、これ法要だと思って。なんかね、あの日本人的だなと思ってさ、その。はい、ああいう合いの手とか、掛け声。だ、歌舞伎もそうじゃん。あ,あ、確かに。なんか。 決まったところで言うじゃない言いますよねそれで盛り上がったりするでしょ吉本新喜劇とかもそうだけどそうですよねなんとか後ろのもそうかもしれないだから海外って多分そういうのあんまないと思うんだけどないですね日本って決まったお決まりのそういう前の手とかが多分好きなんだなって思っちゃうそうですねなんかこうお客さんあって完成するみたいなとかありますよねそうそう確かに いやままあ全然話それましたけど、はい、そうですねいやでも実はこれが仏像にも通じてるんですよ。あそうなのそう仏像もやっぱそこにいるだけじゃなくてこう手を合わせる人がいてやっと完成するというかあ気持ちいいところで声かけはしないですけどさすがに<ー>「用いしょ」とか言わないですけどそう、ね、<laughs> でも私も AKB 好きなので48の帽子の仏像を選びましてこの一冊に。 四十八に絞るのはちょっと大変だよねめっちゃめっちゃ大変でした、うん、それこそ三十三限度も入れようかと迷ったんですけど、うんうん、ちょっと選抜からはえ幸福寺入ってるよ幸福寺入ってますあ、入ってるのアシュラゾ入ってますあすごいあ,<の>あ,れあれあっちが好きなのあの幸福寺のはい、はい あの頭だけあるやつなんだっけ？あ、仏頭？仏ああいいですね。あれかっこいい京ハのね。う二つある京しょ。経ハの仏頭と山田寺の仏頭と二つある。どっちもかっこいいんで、どっちでもいいですあ、そう。アシュラゾもかっこいいよね。かっこいいですね。あのこの本でもちょっと紹介してるんですけど、アシュラゾって実はあの単品の人間じゃないんですよ。 あの顔は3つなんですけどアシュラ像だけじゃなく八部衆っていう8人チームのうちの1人なんですアシュラがだからカルラとかサカラとかいろんな名前がかっこいいですよねで意外とアシュラに負けで劣らずみんな美形なんですよ。これがなんていうんですかねももクロでいう赤の桃とかなこちゃんがアシュラ像だけど他の子もいいよねみたいなそういう感じなんですよ。そう それがあのそれいつなのアシュラゾってできたのいつなのアシュラゾ奈良時代ですねあ奈良時代ねすごいよねあの時代でいや1300年ぐらいあれ一人で作ったのかな あれは多分工房で何人かの職人で作ってるんですけどあ,、ねうん、あれ作り方も難しくていや、でしょうねそうなんです、あれ木彫ってるんじゃないんですよんなんかこう、興味あります井上さんのこの興味あるかないかのライン難しいですねこ <laughs> れ、うん、<laughs> よく言われるの、興味ないでしょね。うポ <laughs> ーカーフェイスだから <laughs> そう、木台楽がないから <laughs> いやでもすごいよね。<laughs> あれ,なれい掘っっどうやって作るのあれ,そうあれは新木っていう,こうな初めこう爪楊枝をこう組み合わせた人形みたいな感じで、うん、こう骨格だけ作るんですよ。うん、でその周りに土で固めて原型作った上に麻、うん、布に漆を混ぜて、うん、あの混ぜてか染み込ませてペタペタ貼って、まあ、貼り子みたいな感じですよね。うんうん、で麻布で殻を作ったら、うん、固まった後中の土抜くんですよ。 で中の土抜いてで最後その抜き出したその穴のところを塞いで、うん、またそこにこう漆と粘土混ぜたもので装飾ベタベタしていって出来上がるのでのじゃああの顔,顔自体はあれなのそうなんですよ漆と粘土が混ざったものでできてるんでん中空洞なんですよ。まあっていうその骨組みだけがあるんだけなんでなど、ね、めっちゃ軽いんですよねあれ持ったらすごい軽い変ですもん えもうダメダメダメ落とし込まれましたら怖くなっちゃった何億っていうああダメ億じゃないですもはやもはやねうもう多分日本のあの多分経済が一個下がる全部えそれこそアシュラズみたいなのって相続とかってないんですよねあれはいやそうですよねあれはどういう状況なんですか俺もねそんなのやったことないからわかんないけど確かにすいませんうち母親がアシュラズを持っててとかいうこういうことはないですもんねだから国宝とかなっちゃうと さすがに財産的価値はある程度あると思うけどあれ結局持ってるの自社お寺でしょお寺だと基本的にはかからないから税金はねだからあれよあんまり心配することないけど民間の人が持ってるよねそうですねみほとけさんがもしそういうのいっぱい持ってたらそれ相続税とか財産の価値になるからね相続税だけでもう船がひっくり返ってしまうういやそそう 多分ね税務署の人も分かんねえから多分官邸に出すと思うけどね多分んかこれ立派そうだなと思って何でも官邸団に出してそういやんかそういう業者さんちゃんとした業者さんに出して金額を出してもらうっていうことへあじゃあんかでも分かりづらいよあれはほんにあのね金とかを延べ板今ほら金上がってんじゃない金をだから家で持ってると結構金そのままね延べ板で持ってるとそれは 税務署分かりやすいんだけどそれを例えば仏像に変えたりねその金を溶かして適当に仏像を作ったり金の仏像すごいかっこいいですねとかおりんねおりんに変えたり化けたりしてやると分かんねって言ってよ誰かそうなんですね一応ねそういう仏壇とか墓石には課税しないっていうのが大原則だからね。そう信仰物だだからけど 結局その脱税目的でそれやってたらバレたらそれはねもちろんもう信仰ないじゃないかって言われてで信仰ないじゃないかって急に作りましたみたいなやつ作ったらね確かにねそう線引きむずいですもんねでこれその人の家の本棚に見仏のお仏があればあ信仰がありますってなるからそうだねじゃみんな買ってもらったうといに富裕層の人にほら脱税目的でそのカモフラのために本当に信仰してますよねでそうだって見仏のお仏解うちにあるんでってそしたら財務省の人もね納得 せざるを得ない。仏像本当にね好きなんですねでも確かにちょっとそれは悔しいですけど仏像のお仏像はアシュラ像みたいな有名なとこから結構マニアックな仏像まで紹介していて多分一回読んだら好きになると思うんですよね信仰心というか仏像好きになってくれると思うそういうのをね簡単な言葉で説明してくれるのがすごいいいと思うありがとうございます専門書はさやっぱりきっちりしてんじゃんはい もうちょっとおちゃらけ、おちらけって言い方もあるだけど。<laughs> けままあ、もうちょっとね、砕けた感じで説明してくれるっていうのが。はい、多分そういうのは非常に重要だと思いますよあ。ありがとうございます。特にね、学生さんとかもっと若い人がそういう好きになってくれればさ。はいね、いや、めっちゃ嬉しいですね。ねすごいいいじゃん。んおじいちゃん、まあ、おじいちゃんもそうなんでけど。はい だいたいこうなんかこう年を重ねると自動的に自社仏閣は好きになっていくと思うので、なんかその入り口を早めにしてあげたいなっていう。はい。なんかうからさ修学旅行で無理やり連れてかれてね。そう。見るよりも。そう眠いなあの目で見るよりも面白く見てもらった方がいいんじゃないかなと。はい。ああこれはすげえ見たかったってさ。そう。興奮していってほしいよね。いやそうですね。野さんが興奮してたらどういう表情なのかはちょっと想像がつかない。いやもう俺すごいよ生き馬の目を犬くって。 <laughs> ぐらいの、ね、まだこの20分間の間に見れてないですけど俺このラジオでそんな出したことない <laughs> もう長年やってます。長年やってますけど難しい。で、そうい生き物の目をはい見せていただきたいところですね。これいつ発売？もう発売してるの？はい発売がですね、三月十三日ぐらいから順次発売で、もうあの書店なり、あのネットショップなりで買えますので、はいお願いいたします。あ、よろしくお願いします。で、あのもう一つお知らせいいですか？あの私バスツアーをよくやっていて、阪急交通社さんとコラボで作るんですけど、あの実はあの横須賀鎌倉を巡るバスツアーが出した瞬間にちょっと 売ししちゃいまお知らせでねそれをしようと思ったんですけど見事完売っていうのでちょっともしかしたらまた地元じゃないそっちの方っそうなんです鎌倉出身でもしかしたら第2回3回が今後あると思うのでよかったら私の SNS を見ていただけたら嬉しいなと思いますこれは SNS 見れば分かるんだはいあの X に適宜上げておりますのでよろしくお願いします。内寺ははい昨年ね そうね、昨年は深大寺あとは、うん、あの上野の寛永寺っていうね、うん、上野公園の寺と、はいはい、あとは浜松の 増上寺っていうお寺に行かせてもらったんですけどそこも芝でしょ芝ですねお寺と仏像と歴史を紹介するっていうのでそれもご工夫いただきまして無事にこういったバスツアーを続々とやっていく予定ですこれ何人ぐらいで参加するのこれは25人ぐらいですかねちょっともうちょっと人数増やしてもいいかなと思いつつちょっとお寺さんがどうしてもやっぱそんなに大人数入らないので。 確かにねそうなんですよ100人ぐらいで行くわけにいかないのでご迷惑だもんなそうなんですよ猪野さんもよかったらプライベートツアーご案内しますのでそうねい鎌倉は本当に詳しい人に案内してもらえたよねなんかねすごいありがとうございますそうなんですよねだからいろいろとこう巡ってるんですけど行きたい地域みたいなのありますちょっとそれをこうじゃあ私が行きたい地域の行きたいおすすめ仏像これねんだっけなあの 奈良に行きたいんだよね。<ー>奈良の。ね、奈良の石舞台行ったんじゃ。あ、あ<の>石舞台古分そう,そうそう。あすかむらの。な、あの辺。はい。 がすげえ神秘的だなって個人的にはすげえ思ってめっちゃわかるわかるすぎてよくわかるキャラ出てきたどうしよう今すごいフラミンゴみたいなポーズしちゃいましたけどなんかね雰囲気がさいいですよね石舞台古墳ってあの飛鳥村にあるあれは古墳時代のね遺跡なんですけどなんかねなんかねすごい神秘的でその飛鳥村のいいとこってその当時の雰囲気のまんま何も開発されてないんですよねあれそのままふったらかしになってるけどそうそうそうまあある程度公園にはなってるけどあ本当に公園 なだけなんですよね。ビルもなければ、もう民家がね、普通にあるだけなんで、めちゃくちゃなんか神秘的ですよね。あの辺。で昔の人ね。そう。たぶ信仰心があった。そうで高松塚古墳とか、鬼虎古墳とかも密集してるわけじゃないですか。あの辺に。ものすごいですよね。でしかもあそこから日本一古いお寺が発祥で、あの飛鳥村は蘇我馬子とかが。お寺作っていて、日本一古い仏像と呼ばれている。 お寺が飛鳥寺ってところもあるんですよそこの石舞台のすぐ近くにやっぱあの辺は古代から先にも豪族たちが国づくりを始めやすかった地域なんだなと思って井野さんマジ面白いよかったよ気があって気があってちなみにお押仏またすいませんゴリゴリ告知しますけどそのそんな様相でちょうど書いてるんですよそうなのはい。俺これ読んでるわけじゃないのに今いいとこついたねそしたらそうなんですよいや読んでるわけじゃないのにそう <laughs> 全然、ね、す,すみません私美仏はですねあの活動等々やってますが、うん、あの YouTube もやってまして、うん、いろんなお寺にロケに行ったりとか、うん、仏像のことをダラダラしゃべる配信とかしてますので、うん、よかったら YouTube も見てくださいはい。 ということで、ゲストのほ御けさんが。ゲスト兼 MC ムシで。私こんなに楽しく喋ってて、なんかでも井村さんと喋りたかったの。うん、あみさんと喋りたかった。そろそろつくんじゃない。大丈夫かな、うん、頑張ってほしいな。はい、そうですね。はい、ではちょっとじゃあ、また、あの、多分最多出場記録伸ばそうと思ってるんで。はい。一年に一回ぐらい。 そしますね。はい、風の頼りのように。あの節分ぐらいの定期的な感じで来ます。そういう季節感ってね。三月ぐらいにね、見解来る季節だって。三十三回目ですとかね。いいですね。そして三十三年やってることになりますからね。お願いします。はい、それではお時間になってしまいましたので、今日のゲストは見解さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 南村亜美の相続相続談フルスイング後半では司法書士行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上雅之さん井上さんがリスナーの皆さんからの遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みにお答えします。 今回空き家の相続について、何人もの方からご相談をいただきまして。うんはい、今週はこの方のメールをご紹介します。はい、都内在住、M さん、女性の方からです。一昨年、一人暮らしの母が亡くなり、実家を相続しました。実家は都内から車で三時間以上のところにあり。建物も古いため、相続はしたものの、放置したままです。今後も住む予定はありません。それでも税金はかかるため。 最終的にどうするのが一番いいのかぜひアドバイスをお聞かせください。とのことでどうでしょうかこの相談者の方によりますとご実家をどうするかという話になった時実は相続したくなかったそうなんですよ。とところが相続放棄ししてまう他の財産も あの放棄しなければならないのでプラスマイナスを考えて相続したそうです。うん、なのでねこの方のように相続はしたものの空き家状態ということってね、うん、多いんですよね。うん、いや多いですよ。空き家のもう半分以上、うん、もう半分どころじゃないけども、うんはい、空き家世の中にある空き家どんどん増えてるんですけど、ねはい、ほとんどは相続が原因で空き家になってるケースなんですよね。そうなんですね。だから相続をきっかけとして もううそれをどすだかね売るのか相続してそこに住んだり、うん、人に貸したりするのかとかね、はい、そういったところを決めなきゃいけないんだけどいっちゃうのよ結構<ー>あのまあ本当はねもう住まないから売っちゃった方がいいんだろうけど、はい、やっぱお,お母さんが暮らしてたとこだし、うん、俺らも育ったとこだからなかなか売るっていうのはねなんか忍びないとかね、はい、うんやっぱ実家として残しておきたいなっていうのはまあ気持ちとしてはね。うん わかるんですけども人がいなくなると家ってあっという間にね、うん、あの駆、ー、逐っていうかね古くなっちゃう<ー>本当廃墟になっちゃうなんか住まないとね<う>古くなっちゃう,ってう <laughs> 結構古くなっちゃうし特に、ね、あのー、一軒家とかはね、はい、もう管理者がいないと草も生えるでしょ草も生えるしまああのー、変な話動物が住み着く可能性も<っ>動物とか人がねもしかしたら人もあるし でもう行ってみたらすごい状態、うん、まああるじゃんそういうすごい状態のおう、ねはい、そうですね<う>この家大丈夫かな,みたいなそう大丈夫かっていうのはね結構都心でもあるんで、ね、よ<あ>そういうのまあ確かにたまにねうもう崩れちゃいそうなお家もありますもんね近隣住民からしたらもうね本当に迷惑千番中か、はい、もうそこでネズミとかが住み着いちゃったら周りの家も資産価値が落ちちゃうわけ、はい、それだけでねだから そのままほったらかしっていうのはやっぱりやめた方がいいですよねだからまあそこの部分を決めて売るんだったら売るでもうしっかりやった方がいいしっていうことですよね。いうことですよね。なるほどまあ取り壊すっていうのもねお金がかかりますよね。みんなね残しっぱなしにする大きな理由は家壊しちゃうとね土地の固定資産税で上がるっていうか元に戻るだけなんだけど。 家が建ってると土地の固定資産税って安くなってるん、ね、6分の1ぐらいになってますから、はい、そだからいや比較的安く配慮してくれてる、ね、国の方はね、はい、ただ家がなくなれば普通通りかかっちゃうからうまあ事実上6倍になっちゃう,いうはいだからそこも二の足を踏ませる原因にはなってるってことよねあの家を取り壊すのをちょっと躊躇させるっていう原因になってるっていうことですよね、うんうん、じゃあこのの都内在住の M さんは、うん どうすればいいんですか、ね。もう売るんだったら売るで、はい、もう決めちゃった方がいいと思いますよ。それか人に貸すか。はい、それじゃなかったら、もうあの国にね一応寄付するっていう制度も一応あるので、うんはいまあと今回ちょっと時間の関係でねそこは説明できないですけど、うんはい、まあそういうのも専門家にね確認した方がいいと思いますけどね。うん、はい、わかりました。さあこの空き家問題については気になることがたくさんありますので、うん、来週も引き続き解説をよろしくお願いします。はいはい、ありがとうございました。はい。 稲村亜美の相続相談フルスイング今週も終わりの時間になりました前半ではモノマネ芸人でお寺仏像研究家でもあります美仏さんをお迎えしましたが稲さん、うん、いかがでしたかいや亜美じゃいなかったから、ね、はい私いなかったので、ね、ちょっとどんな人になってるのかなって気になってますいやいや本当にもう頑張りましたよ <laughs> ありましたよ一緒にしゃべりましたけどねはいでもなんか盛り上がったいや盛り上がったやっぱあのやっぱねお寺詳しいしはい僕も好きなんでねお寺とかだからもう本当にいい会だったんですよありがとうございます役にアミちゃんいないから余計にスムーズにお寺の話そうですね私があんまり詳しくはないのではいじゃあ盛り上がった。いやでもあのね三本さんの本面白そうですあ本当ですかうんお仕事はいじゃあ皆さんぜひお手にとってね 見てください。うん、パラパラ見たら、多分、すぐ買っちゃうと思う、はい。あ、わかりました。はい、じゃ、ありがとうございました、皆、はい、さん。ということで、番組では、リスナーの皆さんからの遺産相続や遺言に関する疑問質問を募集しています。宛先は、おはがきの場合。郵便番号一例なのの八零六六、T. B. S. ラジオ。稲村亜美の相続相談フルスイングの係まで。メールの方は、すべて小文字で、相続。アットマーク、T. B. S. ドット、C. O. ドット、J. P.。 クそして今日の放送ですが放送後に TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルにアップされます全編いつでもアーカイブとして聞きますのでぜひそちらでもお楽しみください詳しいことはこの番組のホームページをご覧くださいということで皆さん、はい、来週もよろしくお願いします,、はい、しますアドバイザーの司法書士行政書士士行政で NCP グループ代表の井上正之さんでした NCP グループユイゴンの窓口プレゼンツ稲村亜美の相続相談フルスイングお相手は稲村亜美でした